ヨチナンチン、アニョハセヨ、ヨンジョイミダ。今日は皆さんにお知らせがあって会いに来ました。毎年数回か韓国文化院の韓国料理オンライン教室で皆さんと会ってるんですけれども、今回は日韓交流お祭り2021インド教の企画として皆さんに辛いおでんキンパを紹介しました。その辛いおでんキンパが今回16回になる自分で韓国料理作ってみようというのコンテストの料理になりました。韓国文化院の動画サイトから辛いおでんキンパ紹介されてますので、それをまずご覧になって、あと自分で作ってみて、それをパシパシ写真を撮って送ると素敵なプレゼントをもらえると思います。詳しい内容は下の概要欄に韓国文化院の自分で作ってみよう韓国料理サイトのリンク貼っておきますので、一度ご覧になってください。締め切りは10月3日日曜日までで、まだまだ時間はありますけれども、ここで皆さん油断しちゃダメです。時間があるからと思ってパッと過ぎたこと誰でもありますよね。なので興味がある方、早めに応募してみてくださいね。まだ余談なんですけれども、前回のコンテストはラーメンガンジョンを作ってみようというのことで、私の友達とか料理教室の生徒さんも応募して、なんとこんなに素敵なプレゼントをもらったって連絡いただいたので、ぜひ皆さんも応募して韓国らしい素敵なプレゼントもらって自慢してくださいね。今回のプレゼントは何でしょうね。私もとっても気になります。ぜひ教えてくださいね。これからも日韓交流お祭りどんどん盛り上げていきましょうね。じゃあ皆さん早速クリックして韓国文化院のコンテストのサイト行ってみてくださいね。応援します。頑張れ。ファイティング。